はい、というわけでね、これからちょっと軽く歴史みたいなものを、はい、そうですね、犬の人が祭りは新しい改修と言ってるんですけど、はい、まあ、実は40周年ですけど、40周年 Google より全然古いですよしかしね、ピアノ業界はちょっと変わってるんですね。要するに100年以上じゃないと新しいと言われてるんですよね。はい、はい、2世代ぐらい必要ですね。そうですね、まあ、しかしですね、その ファッツィオリ、イタリアの社長は、まあ、創立者はパオロ・ファッツィオリ、パオロの天才的なことは新しい音を目指したんですよね。要するに現代のピアノの音は不満だったんです。クリアな音、透明な音、音色が変化もできるし、音量の幅は広いし、何でも語れるんですよね。結局ね、ピアノは表現のための機械です。ですからなるべく広い、表現ができるんだったらピアノがいいんです。まあそうですよね。そういうことですね。それで作ったって感じなんですか。そういうふうに作ったね。その完全にイタリア、ベルカントのインスピレーションで作ったんですよ。だからそれ40年前ですね、うん、そしてもう一つな面白い考え方あるんですよ。他の見方違うし、一つはピアノはまだ完成してない、はいはい、だからいつも新しいこととか新しい特許とか、発音の場合は最近新しいアクションも特許を取ったし、新しい響板、三層響板を特許を取りました。現在も犬のことも出てきますので結構エキサイティングですよ。エキサイティングです ね。新しいですよね、音楽業界に。そうですよね。だからもう19世紀にはもう完成ではなく、これからもっと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 、まあ、ってことはより進化していくってことですね。そうですね。そしてもう一つはね、非常に面白い感動方はファツリアーティストということはない、うんうん、ね。基本的にファツリの場合は我々の責任はなるべくいいピアノを作って用意するんです。アーティストは逆にの責任は自分の演奏会のためになるべくいい楽器を選ぶこと、うん、それだけ、うん、それ以上は何もしないです、はい、現在のピアニスト、特に若いスターがだんだんね、ファツリも自己自宅で選んでいただきます、うん、私も持ってますよ。あ、そう、やっぱそうですかそうです。お家にもちろん。何持ってるんですか。もちろん228ですね。あ、セミコン、そのさっき素晴らしくて亡くなったやつ、ね、そうですね。そうですさすがです。ですからファッツリの場合はですね、まあ、日本の法人ですね、ファッツリジャパンは、まあ、今13年目ですけど、まあ、スタートは結構大変だったんですけど、はい、誰も知らなかったんですけど、だんだんねファッツリが人気になってますので、うん、おかげさまで、まあ、楽しい仕事できます。いや、いいです。まあ、突然でその日本のスターがいらっしゃると嬉しいんですよ日本のスターと、これはもうそうです。そうでございます。すいません、ありがとうございます。いや、でもね、社長自らこんなにお話しいただいてありがとうございます。いや、こちらこそ、まあね、いらして、いや、全然です。いや、なんか素晴らしい機会ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでね、今回はね、こちらはどこなんですか。駅はですね、まあ、多摩地下三田駅ですけれども、これは芝浦、芝浦1-13-10です。1-13-10、はい、一応概要欄で貼っておきますので、まあ、これはもう予約制ですよね、もし来るなら。そうですね、結局ね、この書類で、まあ、一組以上は、まあ、無理ですよね。無理です。ですから、ですから、まあ、ぜひご事前にメールか電話でご予約していただくと、平日でも週末でもお待ちしておりますということですので、まあ、興味ある方はぜひ聞いてみてください。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。というわけでバイバイ。じゃあねー。じゃあねー。ありがとうね。
맞춰 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 맞춰